皆さんこんこにちは今回は日中同型語平,凡平凡について勉強していきますそれではまず中国語の意味を見ていきましょう中国語「ピンファン」意味は平凡である珍しくないありきたりであるありふれている波であるという意味になりますそれでは例文を見ていきましょう 彼女はまるで野菊のように素朴で強靭だ中国語では平凡を使っているのに対し日本語では素朴という単語が使われています中国語の平凡はどうやら日本語のようにマイナスのイメージで使われないようです それでは次にいってみましょう。それでは日本語平凡の意味を見ていきましょう。平凡の意味は、といった意味になります。つまり、よく見て、よくある、ありきたりで、つまらないといった意味になります。それでは例文を見ていきましょう。 誰も一生ずっと平凡な人であることを望まない。シェイプシワンイベシェイファンヨンダンこの文章の「平凡な人」という日本語は中国語では「ファンヨンダン」というふうに訳されます。やはり「ピンファンと平凡」 ニュアンスに違いいが見られるのでではないでしょうかそれでは組み合わせも見ていきましょう組み合わせに関しても「蓮」「孫悟」は日本語でも「平凡な人」「平凡な生活」といったような組み合わせで共通していますし「ゴンゾ」「仕事」という単語に関しても「平凡な仕事」といった言い方をします。 組み合わせに関しては共通しているようです。それではまとめを見ていきましょう。ピンファンと平凡、ともに意味は同じように感じますが、ニュアンスに違いがあります。日本語の平凡に関しては、マイナスのイメージがつき、退屈で、つまらない。 というようよな意味を表現し,ますしかし、中国語は素朴で誠実といった意味を表し、日本語とは逆にプラスのイメージがあります。中国語のピンファンは日本語の素朴で訳しましょう。それでは最後にピンファンと平凡。 お互いの半義語と同義語を比べて、ニュアンスの違いを見ていきましょう。中国語のピンファンの半義語は。プーファン、フェイファン。といった単語で。日本語の半義語は。非凡、まれ。といった単語で。表現されます。半義語に関しては、違いが見られませんが。同義語はどうでしょうか。中国語のピンファンの同義語は。 プスュンプという素朴純粋といった単語が同義語になるのに対し日本語は普通つまらない退屈なといった単語が同義語として挙げられます以上のことからピンファンと平凡はやはりニュアンスに違いが見られることが分かりました以上で 日中同敬語、ピンファン、平凡の説明を終わります。ありがとうございました。